北海学園大学、札幌農学校予科の受験準備のための私塾として1885年、明治18年に設立された北海英語学校から始まり発展してきた私立大学である。北海道内の私立大学としては最古で学生総数も最多である。自主独立の開拓者精神で官に頼ることなく自立して身を起こすこと、不当不屈。 普遍的自由な精神で、北海道発展の礎となることを理念としている。法、経済、経営、人文系四学部八学科は、豊平区に二部、夜間部を設置している。教養課程は、全学部履修、教職多資格取得等は、夜間時間に配置して、一転二部共通科目としている。また、道内二校目となる、法科大学院も、 夜間履修課程を設置しているが、2014年と2015年に、文部科学省から2年連続で最低評価を受けたため2016年度の補助金がゼロになり、16年度の放課大学院入学者数は1人になるなど、大幅な定員割れが続いており、2018年度から募集停止することを発表した。工学部社会環境校、建築、電子情報、生命後継4学科は、 中央区山花に、あ工学部キャンパスに2年次専門課程から実習に移る。一部二部、大学院、合わせて8000人以上の学生が学んでおり、地元の道内出身者が9割以上を占める。地元志向が全体として強いこともあり、多くが北海道内企業、公務員へ進む。企業家も多く、 北海道内企業の出身大学別社長数は4年連続1位となっている。大学設立するにあたって札幌文科専門学院との統合計画も持ち上がるものの双方の意見の対立によって破断となり当初札幌の名を冠した短期大学にする予定であったが1950年札幌短期大学に先を越されたため北海英語学校の 北海の名を冠した、北海短期大学として創立された。後期、交渉の図柄は、色界では上位とされる思考を用い、中央には北進を意味するをき式んとして、正しいこと、まさしく厳かなことを意味する、法制単元を考慮して作成された。1952年、昭和27年10月13日に、公道で実婚式が厳かに行われ、 北海学園大学後期が正式に制定された。学科は、1957年、昭和32年に市が先に誕生した。1954年4月、昭和29から1957年8月、昭和32年まで、歩道部長を務め、人類学、社会学の教団に立った、三森貞夫教授自らの作詞によるもの、青年が、 未来に向けていく強い意志を表したものだと記述されている。作曲家の大月国尾に依頼して曲が完成し、1959年、昭和34年3月16日に行われた1958年度、卒業式でグリークラブにより初めて披露された。北海学園大学新聞の創刊号、1952年、昭和27年10月18日発行が、 学生化を募集し1五十三年、昭和二十八年秋に誕生した人生域に感じては、で始まる、学生化は、学域授与式、入学式、同窓会総会等を大学行事において色褪せること、なく、歌い継がれている。1八十六年、昭和六十一年に、北海学園早期百周年、北海学園大学創立三十五周年を、 記念して制作された。2017年8月6日、北海学園大学清田タグラウンドのラグビー場、札幌市清田区にて、同大アメリカンフットボール男子部員、当時21歳が練習中に意識不明で倒れ、緊急搬送された後に熱中症と思われる、症状で死亡した。キャンパス別に模されており、かつては、山花キャンパスでは六月に、高学祭が、 豊平キャンパスでは10月に、10月祭が、それぞれ開催されていたが、現在は10月に、同時開催している。北海学園大学の OB 会、OG 会、同窓会として、豊平会がある。年2回、同窓会ニュースレター、豊平双方を発行。年1回、同窓の夕べを開催している。豊平、山花の2キャンパス体制である。 大学の本拠が置かれている。キャンパス内には、系列校の北海高等学校、北海学園札幌高等学校の校舎、グラウンド等が併設されている。最寄り駅の市営地下鉄東方線学園前駅が校舎内地下にあり、校舎と直結しているために、ホー降校設の影響を受けにくい。ホーム研究家の使用する校舎は、平岸街道を挟んで、本キャンパスの向かいに所在いる。 系列校、北海商科大学の校舎に隣接している。キャンパス内にある行刑記念碑は、皇太子義人神皇、後の大正天皇の来札を記念して建てられたもので、ある。工学部音学科が拠点を置く、札幌市内の幹線道路である、石山通、国道230号に面しており、陸上自衛隊札幌駐屯地と向かい合っている。工学部制は原則として、 教養課程終了も2年次以降、山原キャンパスで実習に移る。野球場、ラグビー場、サッカー場、テニスコート等から構成される総合体育グラウンドである。体育実技科目の一部はここで行われている。中山小屋と冷水小屋は、札幌岳国有林内に点在し大学の山岳部やワンダーフォーゲル部などが利用している。 以下の海外大学と協定を結び、学生交換事業や海外研修などを実施している。北海学園の小学校は、大学の付属学校ではなく、学校法人北海学園のもとで、系列校として組織されているので、こちらに列挙する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。